いやしかし死んでるわ完全に俺完全に死んでるこれ。もう大会に向けて監督キャプテンに媚びを売ることしかできない。よし教えてくださいキャプテン。ちょっと監督に告げ口お願いします。よーし、よかったよかった。ここまで媚びを売ってきた甲斐があったというものね。え、五十嵐には能力を上げてもらって、で俺自身は、あ、セントマリアンヌ学院だ。あ、98人出てきたんだ。これ、あの、男なんですよね。ストレートしか投げないんじゃないっけ。井上、新庄じゃないんだ。うん。くそ、マジで遅え。相変わらずだな。赤っ端や。いやいやいや、マジでマジで言ってる。ゲッツーロボじゃんマジで。ちょっと怒られるって監督に。こんなことでは五十嵐先輩に合わせる顔がねえ。よし、いやこれはいい、これはいい、クリーンヒットや。いやさすがにちょっと手土産は手ぶらで帰るわけにはいかねえ。セントマリアンヌごときで。よし、いやダメか。いや何気に外野フライだけ動きがいいの、何なのこいつら。ちょっともう1安打欲しいな、さすがに。ちょっとよし、いやーよかったよかった、これで安心だわ。あ、また私たちは負けてしまったのですね。またそうだよな、あんなんじゃ勝てねえだろ。よくもまあそんな格好で試合に出ようと思ったの。こいつら男なんだぜ。いやー、極東工業、いやーよろしくお願いします。クックック目にも飲みせてやる。こいつらなんかいつも出てくるよな。意外と打ちづらくて嫌いなんだよな。さあ打ちましょうか。ん、いやいいヒットだな。ああ、ちょっと振り遅れてしまったけど、まあまあ悪くはない、悪くは、良くもないけど。よし、あんまり動かしてくるやつ嫌なんだよな。くっそ、カーブが来ると思ったのに。まああれか、どの道打ててねえか、タイミング的に。まあ早く振りすぎるってことはなくなったけどさ。いや、いける、走れ走れこの野郎。よしよしよし。いやいや、さすが、なんかツーベースで点が入ったのってなんかさ初めてな気がするわ。あ、下田、まあまあマシか、全然。こいつトルネード投法だなっていうか。もうクソクソやん。あ、まったく仕方のない坊やだね。そんな下手くそな守備をしちゃって。
よしよしよし。まあまあもうこの調子だったらね、もう練習せずキョロキョロしてるだけでいい。そう、このフェーズに来るのを待ってたんですよ、僕は。いやー、これでやっとパワープロが楽しめますね。たまに練習して、あとはたまに走り込みして、あとはあのみんなとワイワイやるっていうね。ちょっと紀藤くん、あ、好きな子とかいるの？本当だよな、そんなもんいるわけない。いやいやいや、女なんか邪魔なだけや。気が合うな。この間女の子は野球部の練習見に来てたけど興味ないんじゃねえ。え、どんな子や？紀藤くん、君も男だったんだね。いやー、でも紀藤くん、君バレンタインでチョコもらった。来た、ついに来た。やっと来てくれたね。ワクワクしちゃうよ。さあ、実力を見せてもらおうか、青龍高校の。カーブですか。私が狙うのはその高めのね。そしてもうこの打席は終わりましたね。もう打てないですね。いやー、うぐっ。はい、あのもう戻らねえんだよな。あー、もうダメだ、もう今の打たなきゃいけねえのに。くそー、いや、マジでこれ、くっそ、終わった。いやいや、もうダメだ。いや、もういい勝負してんじゃん、まずいって。いや、ちょっと、マジでまずいって、それは。ガッハーン！ガッ、まずい、くっ。まずいよ。ん？いや、待てよ。いや、待てよ。勝った。やってくれたぜ。いや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 、よかったよかった。あの最強ピッチャー田口にちょっと抑えられちゃったけど。まあまあまあ、こっからが本番なんで、やっていきましょうか。